あ、印象に残っている仕事、はい、なんだろう、シュガルド復興というふうにいただいてます。はあ、そのワールドに所属しているプレイヤーの皆さんが協力して復興を進めるという今までの14になかった新しいタイプのコンテンツだったので、もう実現方法から検討し、うん、システムの実これ多分ライブハンが手掛けてきた申請以降で本当にゼロベースで何もかもっていうのではかなり新しい設計だったと思います。なるほど。これは逆にシュガルド復興を通じてこの仕組みが作れたので、はい、そのこのシステムを使った多分新しいまたタイプのコンテンツも作れていくようになるんで、これどうしてもなそのギャザクラのイメージが強いのかもしれないですけど、うん、バトルを絡めたらこういうこともできるようになるんで、はいはいはい、まあ、新しいコンテンツタイプの基礎システムとしてはすごい一回綺麗に完成できたかなと。はい、もうみんなガレマルド復興もうそれイシュガルド復興のイメージが強いからでしょ。その彼らが言っているイシュガルド復興ってその下にある仕組みなんですよね、ことなんですよ。そうそう、そのまさにプレイヤーの皆さんが協力してあの進捗を作っていくっていうタイプの遊びなので、うん、はい、このどうなりますか。そんなに聞いてみたいんですけど、そんなに皆さんガレンマールドを申し上げたい感じなんですか。壊れてたから、壊れてた、壊れてたものが目に入ったら直さなきゃっていう気持ちになる。あ、そういうこと。あ、意外としたいって言ってた。どうした和風にしたるって言ってた。それガレーマルドじゃないの。もはやもう好き勝手やる気だ。壊れてると直したくない。おー、そうなの。復興しなくちゃって呪文のようにおっしゃってる方もいます。そうね、ロマ城ももうこうなったら直そうぜって言ってる人もいる。ああ、超認知に飽き足らず、うん、なるほどね、なるほどね、直さなきゃ直さなきゃって自分のように言ってる人結構いるな。やっぱ深センタルも壊れてたら直してあげたいでしょってみんな優しいですね。優しいね、本当に。ああ、なるほど、ありがとうございます。皆さんの熱いご意見、多分ね、あのライブプランナーのライブハンも見てると思うので、何か考えるかもしれない。行動万歳か。で、ライブハンからですね、はい、結構コメントをいっぱいいただきました。あ、はい、担当している行月のフィナーレネタバレ案件っていうところの、はい、3項目ほど挙げていただいてるんですけど、はい、そのうち2つのあのイシュガルドハウジングの抽選と、はい、クエストシステムはもう僕がバラしてしまう。ネタバレも何も普通に言うわざわざね、ここに ネタバレですって言って項目として上げてくれたんだけど、はい、もう1項目はね、あの、うん、今は言わないでおきます。あ、なるほど。今は言わないでおきますけど、はい、あの発売前にはちゃんとお伝えできると思います。楽しみにしておいてください。印象に残っている仕事括弧補足、うん、余談ですが、うん、このコンテンツに人が集まらず復興が達成できなかった、復興フェイトが達成できなかった時の対策を何重にも用意している。ああ、はいはいはい、ありがたいことにこれらの対策は発動することなく全世界の、ワールドで復興がプレイヤーの皆さんのおかげで達成しました。よかった。実はね、これすごいセーフティーどこまでやるかっていう話を、うん、話し合いをしてねやってたんですよ、実は。なんですけど、いや、良かったです。これは本当に、やっぱりね、プログラマーってなってくると、そうじゃなかった場合の最悪っていうのはやっぱ考えてプログラムするんですよね。でもこれはありがたかったです。もう敷地をどこにするかみたいなのもすごい悩んだんで、これは確かに、続いて印象に残っている仕事（追記）。ほうほうほう。ドマ町認知の復興 NPC、はい、ドマ町認知の復興イベントは復興が進むにつれて同じ NPC でも服装や動きが細かく変わっていくんですが、うん、はい、これまでの作り方では NPC の数が増えすぎてしまい、そこを解決するのが非常に大変だったと。うん、でこの時生み出された仕組みはお得意様取引の NPC 着せ替えにも応用された。あ、そういうことなんですね。今まではコーディネート ID って呼ばれる服を変えたら別NPC だ。ああ、なるほど。同じキャラクターでも
衣装とか顔のパーツが1個違う、うん、髪が1個違うって言ったらもう別 PC NPC として登録して、はい、でどっちを出すか、ね、レイヤーとしてこう分かれていて、この進捗状況の人には A パターン、はい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 、この進捗の場合は B パターン。でもこれって作ってる我々からすると、はい、同じ人が5人いて、確かに確かに5人が40人とかなって、確かに誰どれがドイツでどのモーションだよみたいになるんで、はあはあはあ、NPC なんだけど後からデータで着せ替えをしていくっていう別レイヤーのことをやってくれたんで、これによってパブリックに配置されている NPC でもプレイヤーごとに服装を変えるっていうことが実現できるようになったっていう感じです、はい。仕事に印象に残っている仕事追記2 いっぱいあるんだ。ハウジングの家具の設置数について、ハウジングの家具の設置数をある時倍に引き上げたのですが、あ、単純に家具の設置数を増やすとクライアントとサーバーで負荷が高まってしまうので、負荷対策も同時に入れることでなんとか実現できましたと、まあ当然ね、メモリの制約っていうのがある、はい、これはもう、はい、まあそうですね、お使いの PC とか PS4 とか PS5 とか Mac とかのメモリです。メモリにはやっぱ制限があるので、プラットフォームによっては近くの家具をこう優先的に表示して、はい、家具が増えてくれば遠くの家具をこう消す、うんうん、表示しないでなんとかやりくりする。で、まあ、当然ね、めっちゃ外が消えてしまうのにもこういくらなんでもさーって、そのやっぱ01はないよねって、はい、でまあ、ここは、まあ、コメントにあるんですけど、吉田さんにも見ていただきながらどうすれば違和感を軽減できるかをすごい地道に調整してったのが印象に残ってます、うん。これはね、確かにね、すごい地道にやりました。何回も。こう、このプラットフォームでこのメモリしかない場合だと、はい、こういう見え方になるけど、いやー、ここはさすがに、なので、なんていうんですか、モデルは差し替えるんだけど、VFX を切り替わるのは待ってとか、うん、あの、明かりが消える消えないとか、はい、ありますね。なんか、うん、いろんな要素で構成されてるから、ここは軽減のために差し替えてもいいけど、このレイヤーはまだ待ってほしいとか、はあ、その、このタイプの操作オブジェクトに関しては、操作できなく、うん、その操作可能範囲から超えたらまずその別オブジェクトに切り替えて操作負荷オブジェクトと実は差し替えて軽減したりとか、はい、すっげえ細かいことを一生懸命ね、みんなでそのプログラマーさんたちと話し合いながら、ここまででしょうって、うん、ここまでだったら許してもらえるでしょうみたいなのを決めて出ました。大変、確かにこう僕もすごい残ってます記憶に。とまあそういうふうに、はい、日々の皆さんの生活を支えている文字通りですね。だいぶ